はい。皆さん、こんにちは。おなすの誕生日占いへようこそ。本日も有名人を占っていきましょう。 はい、本日は King&Prince の高橋海人さんを占っていこうと思いますでは早速占っていきましょう、はい、では高橋海人さんは1999年4月3日生まれ日本のアイドル俳優であり漫画家として活躍されているということですね King&Prince のメンバーで活躍されておりますでは早速占っていきましょうでまず高橋さんの性格面なんですがかなり強烈な独自性を持っている方ですね なので個性がすごく豊かっていうことなので,でこの方の場合は誰かが助言をするというよりかは自由にさせてあげた方がぐんと伸びますつかみどころがない方ですので、まあ、かなり天然が入っている可能性は高いですね高橋さんの場合は誰かから邪魔されることがなければどんどん伸びますもう褒めて伸びるタイプですねなのでたくさん褒めてあげましょう かなりの頑張り屋さんですし人と話すのが楽しくてしょうがない方でもあると思いますのでもう芸能界っていうのはうってつけですねで高橋さんが求める配偶者像っていうものは、まあ、かなり偏屈もので、まあ、その場その場で改革を起こせるような気の強い方を好む傾向がありますね高橋さんの現在の運勢なんですが、まあ、今年は比較的無難には過ごせるんですが、まあ、ちょっとしたトラブルや 困難感っていうものに直面する可能性がありま,すまあただ難なくクリアできると思いますその困難を乗り越えた来年以降はとてもいい運気っていうのが戻ってきますのでまあ今年は何も考えずに難なく過ごしていけたらいいかもしれませんね長い目線での運気では、まあ、かなり元気な年回りっていうのがずっと続いていきますので年を重ねていったとしてもそこまで あんまり老けないよねあんまりなんか昔のまんまで変わらないよねって言われやすい方かもしれませんね。名式だけ見てもすごく面白そうな方なので今後も頑張っていてほしいですね。はい。でこのようにですね、今後も有名人を占っていこうと思います。この動画が良かったなと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。